地力ですね、合唱していただきまして、8つの形、右足の間に一つ、これ行、下に下がって、回、正面、軍、下で五、もう一度、行、ご一緒に、回、はい、軍、はい、軍、軍、五、五、足を入れ替えて、胴、左手が今度入れ替わりますね。で、正、陰、陰、この8つの形をがお基本になります。何度かゆっくりやります。大丈夫です。はい、これを回しながらいきます。はい、行、真似ても大変です。回、回りながら重なっていくということになります。はい、どう、せい、陰、し、がし、行、はい、分、五、どう、せい、し、行、かい、ぶん、ご、せい、陰、し、行、はい、陰、し、行、
はい。うん。どう。どう。せい。また青上からやってみましょう。動きとしては今のような動きになります。はい、まずあ、内回り行、決まりましたね。行、もう一回行、高く高く回回って下へ下がる。あります。外回りで行は行と同じ行。はい、回して左足に入れ替わって、右手手前で、手を交差させます。はい、もう一回ちょっと後ろ行くか。はい、前出て、はい、押し出していきます。はい、外回り、行、回して、胴、左足前ないですね。せい、せい、いい、外回り、行。もしやってみましょうね。で次ワオウェイ入りたいと思います。先ほどの8つの力8力と言います。その中でウは含まれていませんけどもね、ウは手はこう交差してこう真ん中で交差する、結ぶという形をとります。まあ後で思い出していただいたように非常に沿ってやってますんでね。前回からああ内回り、この記号については先ほどやりましたね。あ内回り行行かいかい、お内回り行うんおうおう、外回り行うううう、外回り行どうせいせい、い外回り行いちいちと、はい、こうやってきました。これがこの表が動きを示しているということと、それから形を示しているということ、それから音の出し方を示しているというのを分かっていただけたかと思います。まあ、一番厄介なのはこの動きですよね。でも動きが一番重要なんですよ。生きるため、生きるということは動くっていう。生きるという意味は火と水は回転する、つまりこうぐる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 回って動く動く動くというのが生きるっていう。息を、回すということ、玉が生きるという。これを抜きにして、まあ、我々人生はありえないし、また言玉もその動くことを、基本としての理論ですので、決して頭で、こう瞑想したり、また口で妙な呪文を唱えてやったり、そんな引きこもりのことをやめてほしいんですよ。引きこもらずに表出てほしいんですよ。もう怪しいことを今からやめてほしいって
もっとあの日の当たるところで明るく、一生懸命元気になっていただきたい。裏でこそ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 呪文唱えて、やること、陰陽道的なことは、これあの、どちらかというと墓穴掘っていうことになるので、ぜひやめていただきたいと思います。むしろこうして体を動かすことで、どう言いますかね、まあ、こんなこそこそやる陰を全体でやる、あのこれはあの宇宙運行の、陰ですよね、いわば陰を組んでのどんなことなんで、全身でやること、しかも意味がある、火と水が見つかる、これちゃんとした技です。全部今やったことも見せることできます。どうやって相手を制するんですか、はい、こうやって、はい、殴ってきてください、掴んできてくださいって、全部これで投げ飛ばしたり、張り倒したりする技なんです、これは。そこが大事なんですよ。何なんですかって言ったときに、はい、こうなんですよって見せる。いや、これは、なんか気を作ってあの感じてもらうものなんで、でまたいきなり宇宙のエネルギーを、いやいや、それはもう、もう声を思って、はい、さよならで帰っていってください、そういうところで、言ったときに、宇宙エネルギーは間違いない、間違いないけども、ぼかすなと言うて、これを使えるというのが、神様のおぼし召しです。ぜひそのところをね、お願いしたい。あ、もう一回だけね、アレツ内回り行、もう一回回して高く、はい、行上がりきりましたね。はい、また回して下、また回して、はい、下、一緒にあの言いながらやってみましょうか。はい、おお、はい、内回り、行、合わせて、ブン、合わせて、ゴー、ゴー、ゴー、外回り、内回り、う行文、う介護。今度は、1、2、3、1、2、3と動きます。さっきのは1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4というリズム。今度は1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。これは連打する、ね、コンビネーションの技です。はい、わー。わー。内回り、そのまま左手前でうー、回して行、はい、行、はい、そのままうー、はい、はい、一度、はい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 、おお、内回り、左手前、う、行、行、
手手前になります。ヨヨヨヨ左足前。ついでに次行きましょう。それと一緒に動いてください。でまた最後に青上やって、繰り返しして終わりたいと思います。やー、内回り。上がる通りですね。よう、よう、内回り、内回り、はい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 、し、し、よう、よう、よう、右足、ぶん、ぶん、ゆう、ゆう、外回り、外回り、はい。はい、し、よ、う、え、外回り、はい、はい、はい、し、よ、どう、どう、どう、いい、いい、外回り、外回り、はい、はい、はい、し、よ、よ、いい、いい、もう一度青上に戻って終わりたいと思います。手をこうしていますのは腰を動かすためにやっています。つまりこれ腰を動かす訓練です。なぜ腰を動かすかというとこの腹を寝るためです。腰を寝ってこの腹、腰と腹の関係なんですね。腹を寝りますと。息の力が強まる、つまり、この丹田の中に潜まれている、溜まっていくといわれる、体内のエネルギーという、言うべきもの、それが強くなっていって、これは電気的力と言われてますけどもね、これがしっかり充電、腰の回転のように充電されますと、今度放電が始まって、動き、それから考え方、言葉に力が出てくると、そういう考えがあります。この言霊による動きを練るのはそのためです。持っている力を全開をさしていく、でその力を練る過程において神様ともつながっていくという、そういうことになります。神様の手足と
なるための、訓練がこれなんですよ。神様に操り人形として使っていただきやすく体を作り変えていくんです。まっぴらごめんやちょっとあの言う方はかあのあれなんですけどね、神様使う女はとんでもない俺は俺でやるんやっていうのはあれなんですけど、お使いいただきたい神をあなたの手足となってという場合の敬語なんです。だから行とか陰とかやって神様にしたら、はい、右手左足、はい、口開けて、目を閉じて、とこうして、もうコントロールして、もらいやすくするためになって、これを信心合一と言います。はい、もう一回、仰ぐ。あ、内回り、行、行、お座りください。まあ、まずさんお伝えしたけども、まあ、最後に今行った動きは、の音の方を発生いたしましたが、その音、音ですね、このあおうえいはおうえいとこうやりました。この75の記号は何を言いたいんやということなんやけども、まあ、一言で言ったら、まあ、今言わしたように、あの神は我と共にあれということなんです。魔の手から我を引き離し、あなたと共に、ありたいということ、信心合一、信心起心を達成するための技です。で、内容、言語的メッセージを、また、またもうあの読んでみます。この75の記号は、天津かなぎ、神の神様が直接書いた直筆だと言われています。直筆としては、あの日本では、この、水茎文字と別名がありますが、水の主に、水の面の上に、神様が、この文字を浮かべられてきました。近江八幡市の、牧町、あるいは牧町というのかな、そこに水茎の岡山というのがあって、そこで、水茎文字が浮かび上がる。75の文字が浮かび上がる不思議なところです。神様の、雨の御中主の岡の直筆である。古来よりそう言われてきました。で内容はどんな内容が書いてあるのか。つまり今法則性を今お教えしましたけれども、我々に分かる内容はどんな内容なんやというのが、今度明治25年に、出口直という、このご婦人にこの直筆作家神がかって神がかって、メッセージを述べられております。それは何万画にも及ぶお筆先として言動します。どんな内容か、これを言語に書いたもの、今は申し上げやったら動きに変え、音に変え、考え方に変えていたんですけども、我々に分かるようにとずっとこの文字を浮かべて訴え続けたけども、誰も分からんということなんで、今度分かるようにしてくれたのが
大元親友、お筆先と言われるものがあります。時間ないのでちょっと一文だけ。明治25年旧正月、これは何年何月に出したっていうのをずっと列記されておりますが、明治25年旧正月の出たお筆先を申し上げます。皆さんが手でなどっていった、書いた主の、直接的言葉です。そういう内容がこの音には秘められています。三千世界一度に開く梅の花、牛虎の凡人の世になりたどよ、梅で開いて松で治める神国の世になりたどよ、この世は神が構わないける世であるどよ、今は獣の世、強い者勝ちの悪魔ばかりの世であるどよ、世界は獣の世になりておるどよ、悪神に化かされて尻の毛まで抜かれておりてもまだ目が覚めん暗がりの世になりておるどよ、これでは世は立ちてはゆかんから神が表に現れて三千世界の天の岩と開きをいたすどよ、用意をなされよ、この世はさっぱりさらつにいたしてしまうどよ、三千世界の大洗濯大掃除をいたして天下太平に世を治めて万古末代続く神国の世にいたすどよ、神の申したことは一部一輪違わんどよ、毛筋の横幅ほども間違いはないどよ、これが違うたら神はこの世におらんどよ、いずれの教会も先走りとどめに牛虎の本人が現れて天の岩戸を開くどよ、岩戸開きのあるということはどの神柱にも分かれておれど、どうしたら解明になるということは分かれておらんどよ、くぶくりんまでは知らしてあるがもう一輪の肝心のことは分かりておらんどよ、三伝世界のことは何一つ分からんことのない神であるから、寂しくなりたら綾部の大元へ出てまいりてお話を聞かせていただけば何もかも世界一目に見える神徳を授けるどよ、神となれば隅々までも気をつけるが神の役、神ばかりよくても行けぬ、神師も揃わねば世は収まらんどよ、無茶では収まらん、神師も揃えて人民を安心させて末代潰れぬ神国の世にいたすどよ、用意をなされよ、足元から鳥が立つどよ、天地までも自由にいたして神は残念などよ、今の人民神が見ておれば井戸の旗に茶碗を置いたごとく危のうて見ておれんどよ、サタンよ、今に牛虎の根人が返報返しをいたすどよ、まあ、こういった内容が、力強く、もう何年にもわたって、書かれております。内容は一貫しております。それから最初声で発声されましたが、声出すのかなわ、周りに見えるというので、ではなおよ筆を持つと言って筆を持たして自動書記に変わったわけなんですが、筆の筆体の筆圧も変わることなく何年も続いております。まあ先ほどの説明であるように天の岩戸を開くのよって書いてある、これは天の天津都と天の岩戸を開くものとして残されてきたものです。サタンよ、今に牛虎の本人が返報返しをいたすという、今は悪魔の世である、サタンが支配していると、そのやり方が思想やら、政治、あらゆる宗教、あらゆるものに至るまで根強くサタン の教えが、入ってきておると、今は悪魔の世、獣の世である、我吉の世である、この世では世は泥海になる、人民が三部になる、これは再三書かれております。今の世が良いというのは、とんでもないことである、これほど悪い世はこの世始まってから、ないほどこの世は悪いと言って、一番最悪の世の中になっているということをおっしゃっているんですね。我々の目から見たら、まあ、穏やかで文明的で世の中で思うんだけど、違うんですね、神様の目から見たらこれは最悪やと、もう黙って見ていたらもう、とんでもないことになってしまった警告がしたためられております。どうかそういう内容であるということを知っていただいて、本当に皆さん、考えだけではなく、その言葉とそれからこの力を駆使して、天津かなぎ、天津菅曽、天津のりと、力、音、それから
この思いですよね。それを駆使してよくその真実を見ていただきたいと思います。どういうふうな真実かというと、もうこの目で見ていただきたい、素の目で、これがいいです。この心とイメージを持って、この一点で周囲を見てください。まあ、答え出てくると思います。これは行動原理でありし、また考え方の基本でもあります。一点に集中し、それが均衡を保って広がりを見せる瞬間はまた永遠につながるものであるかどうか、また皆さんの思う思想もこれに照らし合わせて考えてみていただいたら、今まで正しいと思ったことが、いや、これは違うなんて。最後に一つだけ言います。ごちゃごちゃしたもの、けばいいもの、怪しいものには手を出さないようにと、これは鬼三郎も言うております。どうか誘惑の多い世の中であります。自分は悪魔の手先ではない、また間違ったことはしていないと考えずに、もう一度自分の生き方を見直して、それから文化風習あるいは習慣などを見直して、これは悪魔の意識やってんじゃなかろうかと思うことも当たるかもしれません。でそれを、どうですかね、祈りの中で余計なものをパッパッパッと払い去っていただきたいと思います。そういう世の中なんで、なかなかまっすぐ純粋に生きることは難しいです。でもそれをやらなきゃこの社会は終わってしまうっておっしゃっておられます。我々はその創造主の手足となって、どっかで変えていかないかと思うがゆえに、こうやって集まってこの勉強会しておくと私は考えております。でも避難じみた言動は慎んでいただきたいと思います。世の中おかしい、間違ったことやられるね。そこは息をまず合わせて、この混乱やら、お招くことないように、穏やかに穏やかにして、悪魔がこの世界を牛耳ったように、彼らも深く静かに深く侵入してきて、ようやく手に入れた世界なんで、我々も、静かに深く侵入して彼らを追い出していくというような、彼らの思想を改革していくというようなことを持っていかないと、これはもう大混乱になってしまうと思います。それがどうしたらいいかは祈りましょう。祈りは光が必ず差してきます。祈りと上げていただけたら、必ず答え出ます。はい、では礼拝をして終わりたいと思います。はい、一遊二杯四拍手。カンナガラタマチに入りまぜ、カンナガラタマチに入りまぜ。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。